入れ！もたもたするな！離せって！今ならまだ間に合う！お前ら、自分たちがこの国に何をしようとしているのか、分かっているのか！だから、人違いなんだって！ここから出してくれよ！隊長、確かにリストより1名増えています。構わん。漏れがあったらかえって面倒だ。奴らの内通者は一人たりとも見逃せん。隊長、王女の演説が始まりました。よし、こっちも準備完了だ。計画通りに行くぞ。お前、俺についてこい。人混みに紛れたら思い切りやるぞ。後の者はここを片付けてから合流しろ。おっと、着替えを忘れるなよ。味方にやられたらシャレにならんぞ。お前ら、イリアを裏切ったな。ろくな死に方せんぞ。あら、この扉腐ってんじゃない？くそ、遅かったか。何をしている！奴を始末するぞ！あんたたち、覚悟はできてんだろうね！ぼーっとしてんじゃないよ。
んたの狙い通りだ。ぼーっとしてんじゃないよ。まあまあかな。あんたの犠牲は無駄にしないよ。安らかに眠りな。さっきは助かった。私はラビア。あんたは？そうかい、覚えとくよ。それで、なんでまたこんなところに？姉さん、大変です。演説会場で民衆と王国軍が乱闘を始めました。王国軍が小石爆弾で襲撃されたらしいぜ。おかげでウェーブランは大混乱だ。小石爆弾？民間人の手に入れられる代物じゃないね。やっぱり裏で糸引いてる奴がいる。俺らには関係ないって。姉子、さっさとずらかろう。早くしないと巻き込まれるぞ。あれ、この人は？ああ、ちょっと面白い奴でさ。この子らは私の子分、マイサとファカールだよ。あんたも一緒に来なよ。次は私の番。
次のターゲットはドイツだ。そこだ。次は私の番。ごちそうでお祝いだよ。わあ、これはみんなの役に立つよ。絶対。このままじゃいけません。ファカール、気持ちはわかるけど、まずはここを出なきゃ。じゃないと姉子の犠牲が無駄になっちまう。わかってるさ、俺たちは生き残らなきゃいけない。姉子の仇を取るためにもな。騒がしくなってきましたね。城門まで一気に走り抜けましょう。次は私の番。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。次のターゲットはドイツだ。そこだ。
次は私の番。次のターゲットはドイツだ。そこだ。これより王国軍はここを封鎖する。ボートは一人として出さんぞ。でも町に残っていたら。あいつら見境なしに人を殺しまくってるんだ。頼むから出してくれよ。ならぬ。下がれ。奴らは民衆に扮し我が軍の使徒を闇討ちしておるのだ。何人たりともここを出すわけにはいかん。隊長、ボートが押し寄せてきます。そうか、ならば来るがいい。強靭に倒れた我が同胞よ、タムケだ。命尽きるまで屍の山を築こうぞ。弓隊構え。やっと起きたか。よく寝るやつだにゃ。失礼なやつだにゃ。苦労して混沌の海から救ってやったのに。聞きたいことがあるなら早く聞くにゃ。もうすぐ昼寝の時間だにゃ。
混沌の海は時間と空間の果て、運命が交わる場所だにゃ。と言っても今すぐ理解するのは難しいだろうにゃ。自分の胸に聞いてみるにゃ。君の願いのおかげで混沌の海で君を見つけられたんだにゃ。で、まだその願いを覚えているかにゃ。大きく出たにゃ人間。あれを見なさい。あれは道しるべ。君の願いが叶えられるよう導いてくれるものだにゃ。ほほーん、適応が早いにゃ。とはいえまさか一人で混沌の海に突っ込むつもりかにゃ。やれやれ、もう一回助けるのは勘弁してほしいにゃ。少なくとも信頼できる仲間たちが必要だにゃ。思い悩んで迷ったら自分の時間を作っ、クラクラする。あれ、あなたはあの時の。私たちは確か縄文で。え、ここってまさか天国？わかるわ。初めてにしてはなかなかやるじゃないか。天国の猫ちゃんは喋れるんですね。いやー、天国よりも楽園と呼んでほしいにゃ。ま、それはともかく。道しるべまで行けばみんなを助けられるんですか？ふふーん、端的に言うとその通りだにゃ。しかし簡単ではにゃい。何せ混沌の海にはたくさんの。あなたを信じます。みんなを助けられるならどんなに小さいチャンスだって掴んでみせるよ。
よし、それじゃ面倒な説明は抜きにして出発だにゃ。次は私の番。えい！Thank you.
ぶほん。どこにゃ。そんな海からお宝を引き上げるのは大変だったにゃ。しかもこんなに良心的な価格、他にはにゃいぞ。のおすすめ商品を見てらっしゃいにゃ。次は私の番。
怒ったよ。私やりました。次は私の番。了解。やっぱり努力努力ですよね。次は私の番。
怒ったよ。私やりました。ありがとう。怒ったよ。もっと頑張らなくっちゃ。そうね。あ、ごめん。次は私の番。私に任せて。
任せて。次は私の番。怒ったよ。私やりました。
次は私の番。次は私の番。怒ったよ。あ、ごめん。次は私の番。
了解。次は私の番。次は私の番。了解。そんな海からお宝を引き、次は私の番。
次は私の番。次は私の番。怒ったよ。私やりました。我が輩についてくるんだにゃ。人間は目に頼りすぎだにゃ。楽園に来たばかりの頃、君が口にした願いを覚えてるかにゃ？それにゃ、その願いを高く掲げれば、黙示録は君のために開かれるのにゃ。にゃっ！にゃっ！ここのはずにゃんだけど、道はどこにゃ？とにかく、今一番叶えたいことを考えるのにゃ。来るにゃ。愚者は混沌の海を渡り、黙示録でタロットを集める。そして黙示録はそれに願いを叶える力を与える。黙示録にはそのように記されてるにゃ。の旅は始まったとはいえ、タロットはまだまだ混沌の海に散らばっているにゃ。
我が輩が守ってきた世界も君に託すにゃ。あの世界に戻って君の願いを叶えるために必要なものを見つけるにゃ。運命の輪の力を。我が輩はただの留守番にゃ。あっちに行った後のことは君の仕事にゃ。文句でもあるのかにゃ。我が輩の居場所はこの楽園にゃ。何か問題でもあるかにゃ。なんだって？もう一回言ってみるにゃ。かなりの人数が集まってる。なんだか不穏な香りがするぜ。よりによって庇護の日と重なるなんて、ピリピリしない方が無理よね。雲行きが怪しくなってきた。早く依頼人を見つけないと。姉さん、あれ見て。私たちが探している人ですよね。ああ、そいつだ。つけるよ。ここに入ったね。二人は見張ってな。私は依頼人を助けに行く。
この扉腐ってんじゃない？くそ、遅かったか。何をしている。奴を始末するぞ。あんたたち覚悟はできてんだろうね。ぼーっとしてんじゃないよ。くらえ。守らなきゃ、みんなを。あんたの犠牲は無駄にしないよ。安らかに眠りな。さっきは助かったよ。私はラビアだ。あんたは？どっかで聞いた名前だね。どうしてこんなところに？王国軍が小石爆弾で襲撃されたらしいぜ。おかげでウェーブランは大混乱だ。小石爆弾？民間人の手に入れられる代物じゃないね。やっぱり裏で糸引いてる奴がいる。俺らには関係ないって。姉御、さっさとずらかろう。早くしないと巻き込まれるぞ。あれ、この人は？ああ、こいつは心配いらない。信用できる。多分ね。初対面だってのに不思議なこともあるもんだ。この子らは私の子分、マイサとファカールだ。ここもじきに火の手が上がる。あんたも一緒に来な。どうした？おい、何をぼーっとしてんだ。
なんでだよ。聞きな、足音だ。団体さんだね。よし、通り過ぎた。でも、もし今出たら鉢合わせちゃいますね。かもな。落ち着くまでここで待つか。ああ、それがいい。わかる、マイさん。しっかり扉を見とくんだよ。念のためにね。どうなってんだよ。そこら中で人が倒れて、まるで戦場だ。良き意志が平和をもたらすってイナンナ王女がおっしゃったばかりじゃねえか。もっと早く気づいていれば。もう逃げられねえぞ、お嬢ちゃん。どうせ一人きりなんだろ。俺らと来いよ。一緒に楽しもうぜ。ろくでなしども、許せない。おい、マイザ。あなたたち、やめなさい。次は私の番。してんじゃないよ。いいよ。次のターゲットはドイツだ。やれます。
っとしてんじゃないよ。かかってきな。了解。次のターゲットはドイツだ。私の番。いいですよ。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。次のターゲットはドイツだ。失礼だな。助けてやったのに礼の一つも言わねえ。感謝されたくて助けたんじゃないもん。その辺にしときな。あの子は怯えてるだけさ。難民の列に紛れ込んだみたいだけど、私たちもついていっちゃいます？どう思う？よっしゃ、行こうか。なんか気な臭いね。かもね。気抜くんじゃないよ。状況が変わるときは一瞬だ。次の目的地にたどり着くには最低でも3日分の物資がいるんです。この俺と交渉したいとはいい度胸じゃねえか。命があるだけありがてえってもんだろうが。そうだぜ。分かったらとっとと物資をよこせ。少しでも隠してやがったらここから出られると思うなよ。みんなが見ている目の前で強盗を働く気ですか？それがどうした？こいつでドタマかち割られてんのか？あら？あなたって確かお隣さん家の末っ子じゃない？うちの店にも来たことがあったと思うけど。何を手任せ言ってんじゃねえ！このウェーブランはあなたが生まれ育った故郷でしょ？でもあなたは今、これまで世話を焼いてくれた人たちを傷つけようとしてるのよ。情けないとは思わないの？
うるせえ。今の俺にはな、同じ志を持つ仲間がいるんだ。今俺がやってるのは、全部でかいことのためなんだ。倒すんだよ、暴君を。同じ志？暴君を倒す？弱い者に刃物を向けて威張るだけ。そんなちっぽけで日和見な連中が集まって生きがってるだけでしょ。俺は、このガキ死にてえらしいな。獲物の分際でこの俺に無駄骨折らせやがって。もう構わん、奪え。なに。私たちは獲物じゃない。おっと、あの嬢ちゃん喧嘩は初めてかな。正面やりやがったな。みんな武器を取って、自分の身は自分で守るの。じゃちょいと手伝おうか。行くよ。あなたは。ほら嬢ちゃん、おさっとしない。守りたいものどっさりあるんだろ。皆さん今です。力を合わせて一気に脱出しますよ。あんたたち、腕の見せ所だよ。了解。次は私の番。そうね。私やりました。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。次のターゲットはドイツだ。そこだ。次は私の番。おっと、ありがとさん、ぼーっとしてんじゃないよ。
次のターゲットはドイツだ。次は私の番。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。次のターゲットはドイツだ。ありがとうございます。本当に助かりました。いいんですよ。困ってる人がいたら誰だって助けるものです。へっ、あんな奴らじゃ肩慣らしにもならないぜ。ジョーちゃんはこいつらのリーダーかい？いいえ、私も皆さんと同じでただ必死に逃げているだけです。町を脱出した後はバラバラになると思います。私のような身寄りのないものが大半ですし。だったら私らと一緒に来ないか？お誘いありがとうございます。でもみんなとの約束がありますので。そうか。この後はどこへ？ひとまず大通りに沿って東に向かいます。でも後のことはクロスロードについてから考えようかなって。難民にとっては簡単な道のりじゃないだろうね。ええ、それでも自分の足で歩いていくしかないんです。いつも誰かが助けてくれるとは限らないから。みんなで力を合わせ武器を手に取れば、少なくともただ死を待つだけの獲物の群れにはならないはずです。確かにね。東の方角へ進むとしたら、私らの町を通るかもしれない。
な町だから絶対寄ってくださいね。そん時は弓の指南でもしてやるよ。わかりました。皆さん本当にありがとうございます。あなたにもお礼を言わないといけませんね。さっきの戦い、あなたが指揮を取っていなければきっと多くの死傷者が出たと思います。違いない、大したやつだよ。さあそろそろ出発しなくては。街の中は危険です。皆さんも早く離れた方がいいですよ。無事をお祈りします。ああ、あんたらも気をつけな。よくできた嬢ちゃんだ。で、あんたはどうする？何か思い出した？それじゃ、私らと一緒に来なよ。一人で放っておけないしさ。そうそう、一緒に行きましょう。あんた、俺たちに出会えてラッキーだぜ。古の大陸ロディニア、そこに存在する悠久の歴史を持つ美しい国イリア王国。イリアの大地には硝石が豊富に眠る。だが謎の力を秘めた希少な鉱石は列強たちの非暴を招いた。権力争い、外部勢力の介入、過激化する宗教問題や民族対立、ウェーブランでの暴動をきっかけにイリアの波乱なる運命が幕を開ける。果たして君をどんな旅が待ち受けているのだろうか。すぐ着きますよ。ほら見て、あそこ。生きて戻れないかと思ったぜ。ほんと、まさに悪夢だったね。この先の町がスズランの剣の拠点だ。まあ家みたいなもんかな。ああ、うちの傭兵団の名前さ。そうなんです。というわけで私たちの仲間に入りませんか？おいおい、まだ早いだろ。こいつは自分のことすら思い出せないんだぞ。もし万が一。でも機転が利くし、ここまでずっと助けてくれたし。ですよね姉さん。
そうだね、かなりの実力を秘めているのは確かだ。知っての通り、このご時世国中乱れ切っててさ、安全な場所なんざありゃしない。その上あんたには記憶がない、詰まるところが行き場がない。そこでちょいといい話だ。スズランの剣に入れば何はともあれ寝泊まりには困らない。どうだい。ではでは、よろしくお願いします。わからないことがあったら何でも聞いてくださいね。先輩としてガンガン鍛えてやるからな。いいね、めでたい。これで歓迎会を開く理由もできたし、一丁飲むか。